今日引っ越したのは桂浜水族館で去年カリフォルニアアシカのケイタとエルの間に生まれた1歳3ヶ月のオスの子供です。引っ越し先は静岡県の伊豆水戸シーパラダイスで、繁殖のため移されることになりました。名前は静岡の水族館で付けられるため今はありませんが、ご飯を食べるときにお魚を振り回して遊んでしまうやんちゃな性格で、ご飯をもりもり食べてすくすくと育ちました。アシカは自らケージに入り、これまで飼育に関わってきた職員が見守る中、静岡に向けて出発しました。とりあえずはホッとしました。一番はその元気で旅立ってね、頑張ってねっていう感じなんですけど、お客さんにもスタッフにも愛されるようなアシカになってほしいと思ってます。スタッフやファンにとっても思い入れがあるというアシカ。静岡の水族館に到着後、体調を見ながら展示するということです。